ご飯のお友達、イカの塩辛。美味しいですよね。私も大好きで、これさえあれば何杯でもご飯食べれました。今回書かせていただいたのは、この塩辛にまつわる話です。実際に地名を出すわけにはいきませんし、風評被害を考えて、多少のブラフ入りで、私の聞いた怖い話を紹介します。塩辛好きな方や、長文苦手な方はスルーしてください。とある地域では、イカの塩辛がかなりポピュラーで、その地域の村人なら誰でも作れてしまうほどでした。塩辛は基本的には、イカを短冊切りして、イカの内臓と塩で混ぜるだけの簡単な料理なのですが、味は千差万別。作り手次第で、全く別物になってしまいます。そんな地域の中でも、ダントツに美味しい塩辛の作り手がいたそうです。仮にこの方を、コウムラさんとします。このコウムラさんの作った塩辛は、すごく濃厚で、文字通り、他の塩辛とはレベルが違うのです。ちなみに村人が作った塩辛でも、市販されている塩辛と比べ物にならないくらい美味だといえば、いかに、コウムラさんの塩辛が美味しかったかが、わかってもらえると思います。当然、評判を聞いた業者に、市販製品の監修してくれ。村長から、村おこしのために作り方を公表してくれ。という依頼が殺到しました。それでも絶対に高村さんは首を縦に振ることはなく、ひたすら村人のためだけに、極少量のみ、作られていた。決して、村人以外には食べさせなかったのです。実は数年前まで、高村さんはいわゆる村の新入りで、家族揃って、村八部のような扱いを受けていました。その状況に耐え、同じ村八部の仲間内で助け合いながら、かたくなに村人との接触を避けていました。ただ数年前に、とある事件で家族を失って以来、人が変わったように村人へこびへつらい、関わり出すようになった。当然、村八部にされていた人間ですし、最初は邪険にされていたようですが、美味しい塩辛で、村人と良い関係を築いていったのです。そんな理由から、コウムラさんの塩辛は、村人とコウムラさんをつなぐ大事なキーであり、製法をばらしてしまうと、また村八部になると危惧して、秘密にしているのだと皆が思っていました。その根拠として、仲良くしていた他の村八部を受けていた新入りの家族とは、表向きは仲良くしても、決して塩辛は食べさせなかったのです。その後、製法を固くなに秘密にする高村さんを妬んだ村人が、とうとう事件を起こしてしまいます。高村さんの家に覆面をして押し入り、包丁で脅して製法を吐かせようとしたのです。結局最後には、高村さんは、製法を皆に伝授する、ただ不公平にならぬよう明日の夜、皆を集める。あなたの正体に興味もないし、詮索しないから殺さないでくれ。頼むから帰ってくれ。と。確かに高村さんが死んだ後に、別の人間が同じものを作れば犯人だと名乗るようなものですし、犯人も、それならば、と思ったのでしょう。犯人は、そそくさと逃げていきました。次の夜、高村さんの塩辛の秘密を教えてもらえると聞いて、村人全員とは言わずとも、たくさんの村人が集まった。まず、集まった村人にいつもの塩辛を振る舞い、楽しんでもらってから、製法を公開することになった。高村さんは油汗まみれで、ブルブル震えながら、ずっとボソボソ。いやいや、いやいや、とつぶやき、体調がすごく悪いようでした。ただ、皆が塩辛を楽しんだのを見届けた高村さんは、汗まみれの蒼白な顔に、薄笑いを浮かべ、手際よく塩辛を作り始めた。イカの内臓を、ぐちょり、ぐちゅ、
ぐちゃり、ぐちゃり、ぐちょり。そこに短冊切りにしたイカを混ぜ合わせていき、最後に灰色の白子のようなものを入れ、さらに、にちゃ、にちゃ、にちゅ、にちゃ、にちゅ、と混ぜ合わせました。至って普通の作り方でした。今のは白子か？と村人が聞くと、こう村さんは蒼白な顔で。それはノーです。村人はざわつきました。お前らにいじめ、むごたらしく殺された、私の家族のノーです。あはははは。実は、村八部に耐えきれず、娘と妻は数年前に自殺したことになっていたのですが、新入り仲間内では、妻と子供は村人に、偽装自殺させられていたと噂になっていました。詳しい死の状況は、とても聞けませんでしたが、妻だけでなく幼い娘にまで、今でいうレイプされたような痕跡があったそうです。ですがろくに調べもせず、自殺、と断定されてしまっていたのです。お葬式は新入りの仲間内で行われ、遺体も正常な状態でした。おそらく高村さんは、殺された家族の体を傷つけぬよう、鼻から鉄の棒を差し入れ、脳を引きずり出し、書き出して保存していたのでしょう。その、書き出した脳を混ぜ込んだ特製の美味しい塩辛を、村人に食べさせ続けていたのです。そして最後に高村さんは、青白い顔で、お前らを呪う。いやい、あは、だ、いやいやはは。と言いながら、その場で笑いながら絶命しました。絶命間際まで、いやいや、とずっとつぶやいていたそうです。その後、高村さんの遺体を調べると、腹に真新しい縫い傷があり、開くと肝臓がどこにもなかったそうです。高村さんの家には、おそらく抜き出された肝臓、半分ほど、と、家族の遺体から書き出したと思われる脳が、少量保存されていました。残り半分の肝臓は、おそらく、最後の言葉から、迫害され、殺害された家族の脳と、自らの肝臓を村人に食べさせることで、何らかの呪いをかけようとしていたと思われます。結局、呪いがどうなったのかはわかりません。ほとんどの村人は無事でしたが、当然精神に異常をきたす村人は多数出たそうな。その事件の後、なぜかある家族と村長の息子が、お腹が痛い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 、と、のたうち回りながら血を吐いて変死しました。彼らの遺体を解剖すると、全員、横隔膜から下の臓器がすべて混ぜ合わせられていたかのように、ピンクと赤黒い肉をぐちゃぐちゃと混ぜ合わせ、ドロドロになったようになっていたそうです。それはまるで、塩辛、のようだったそうです。